本格的や、本格的なドリブルで、はい、シャー、はい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 、嬉しい、俺ね、ずっともう目黒からドリブルできたよ、うん、だいぶ早いっすよ、そうなると、そうそうそう、やっぱ目だったんじゃないですか、ドリブルするとね、なんかね、足が進むよね、やっぱり、いいことですね、思ったより早く来ていただいて、そう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 、ありがとうございます、お待たせしました、ごめんね、陽介、陽介です、ワンツーカツラ、ワンツー、ありがとう、お願いします、スカーレット、ありがとう、はい、いや、やっぱりね、はい、バスケは俺の心、そう、サロンカーズ渋谷、もうね、渋谷でこのボールをいただいてる、やってきたわけだから、そうですね、持ってきたってことは借りてきました、借りてきた、これユニフォーム、そう、借りてきた、嘘なんですよ、確かにユニフォーム、これサロンカーズ渋谷さんのユニフォームですよ、あー、かっこいいっすね、今回はですね、はい、街のみんなとつながるリモートトークはですね、はい、10月に開幕した日本男子プロバスケットボール B1 リーグのサンロッカーズ渋谷で活躍する選手なんですよ、嬉しいな、つながろうっていうこと、楽しみ、36番はマスコットのね、サンディなのよ、あ、そういうことなんですね、そう、サンディもすごい、はい、もう可愛くて有名だけど、やっぱりね、やっぱ選手の方と話したいよ俺、そう、昨日試合があったんですよ、あったのに出てもらえるっていう、そう、さすがやっぱりタフだよね、タフですよね、ありがとうございます、ちなみにですね、サンロッカーズ渋谷のホームゲームはですね、はい、青山学院大学の青山キャンパスが会場になってるんですよね、かっこいい、青学、サザンオールスターズ、はい、桑田さんのは僕じゃない、そういう情報、そうなんです、青学の中でホームゲームが見れるの、そうなんで す、はい、ですこれからそうなったということなんで、はい、嬉しい、楽しみだね、もう早速ですね、つながってるということなので、はい、やったぜ、おおおお、さすがです、お疲れ様、さすが、どうもすいません、ベントラメレオ選手じゃないですか、こんにちは、よろしくお願いします、こんにちは、東京オリンピック日本代表としても活躍したサンロッカーズ渋谷の司令塔ポイントガードの選手です、いや、本当に選手ありがとうございます、ありがとうございます、いやー、すごい、そうです、ありがとうございます、嬉しい、さすが、ですね、同じ金髪でやっぱり2ブロックのそうですね、すごい、もしかしてこれは僕に憧れたその色にあ、まあそれも一つあります、はい、そうなんですか、そうなんですか、ノリがいいでしょ、ノリがと、レオ様とウド様のね、じゃダブル金髪コンビで、そう、恥をかかせないでよ優しいね、レオ選手、まあ、そうです、レオ様、うん、バスケ以外にも素晴らしい特技があるそうっていう、はい、あ、じゃあウド様、特技はレオ様のバッチリ当てちゃいます、はい、今若者でもやっぱ注目されてます、ラテアート、あ、かわいい、確かに当てにしましたね、そうそう、確かにちょっと当てに、繊細なんだ、そう、だからマスコットのね、サンディとかをこうラテアートで、あー、だから確かにね、コートをね、縦横無尽にね、やっぱりこう駆け巡るね、プレーするレオ様も素敵だけど、こうカフェでね、ウド様、はい、バッチです、違います、はい、違います、あ、そう、正解はレオ様から発表していただきますか、やだろ、はい、僕実は、はい、あの絵を描くのがすごく得意です、そうだ、ちょっと当たってんの、惜しいですよ、ラテって言ったのがラテではなくて、ひねりすぎましたね、そうです、ごめん、俺ラテかぬか漬けなんか迷ったわけよやっぱでもどういう絵を描くんだろうな、今日はあの、はい、ウド様の絵を描かせていただきました、はい、俺の絵を、はい、ありがとうございます、はい、よろしいでしょうか、ドドン、すごい、かわいい、似てる似てる、しかもキャインポーズをして、そう、完全キャインポーズ、あ、これは確かに、お台場の似顔絵師に勝るとも劣らないレオ選手、この絵のうまさはいつからなんでしょうか、そうですね、まあ、小学校の時から結構体を動かすよりも絵を描くっていうのがすごく好きで、じゃあむしろバスケットボールよりも絵を描くことの方が、あの、いわゆる興味があったというか、はい、そうですね、やっぱ体を動かすのはそんなに好きじゃなかったので、あ、そうなんですか、レオ様、実はあの、子供の頃は運動神経が悪く平坦な道でもよく転んでた子なんですって、そんなわけないよ、レオ様が言ってたんですよ、そうなんです、でご両親の勧めでバスケを始められたんですよね、はい、そうです、そうみたいですよ、僕たちも今運動苦手でもコツコツやれば、はい、プロまでいけるかもしれないっていう、そうだね、本当だね、いろんな可能性があるよっていうことで、うわー、やっぱすごい、今日はね、そんなレオ様がですね、ウド様にお願いがあるそうなんですよ、うん、
お願いお願い。何ですか、お金はないですよ。あのすいません、あのお金も持ってると思いますよ。レム選手は天野くんは持ってるんですけど、全くなくて、うん、お金ではないんですけど、はい、はい、あのぜひウド様にですね、あの、はい、スタンロッカーズ渋谷の試合を見に行って、はい、あの一緒にあの試合を盛り上げていただけたらなと。あ、これは盛り上がりますよ。びっくりだ、もう一緒に試合にも出てもらえませんか。そういうその俺もこれ今から大丈夫かなって。いや違いますね、ウド様ちょっとずれております、ね、俺体育1だから。あ、一緒に試合をしようではなくてですね、うんうんうん、見に来て盛り上げてというお願いです。来ていただいて、そらぜひ貸してください。そうですね、ぜひ客席で、あのぜひ本当にあのサンディーとサンディーの隣でものすごく応援しますんで、ウッディが、はい、これになったらそうです、もうウド様とサンロッカーズとのもコラボって、そうウド様お願いのコラボってやつ、ぜひぜひウッディも頑張りますんで、ぜひ。そうです、ウッディと。でもレオ様、じゃあ具体的にその応援って言いますけども、うん、応援どういったことをウド様にお願いしたいんでしょうか。先ほどおっしゃったように、うちの、はい、こう B リーグを代表するマスコットサンディっていうキャラクターがいますん で、はいはい、で僕たちハーフタイムにハーフタイムショーっていうのがあって、はい、チアリーダーの方たちがダンス踊ったり、はい、サンディと一緒になんかこう、うん、いろんなイベントをやってみたりっていうのがあるので、はい、そこにぜひ一緒に参加していただいて、はい、チアでも足上がるかな、じゃあ得意だよと、大丈夫かな。でじゃあまあでもね、決まってるってことでいいのかなって思う、うん、だからね、あのチアリーディングをやるんだったらみっちりね教わりたいね。ちょっとみっちり教わって、ウド様すいません、キャプテンのカオさんと石井先生にね、ウド様ちょっと待ってください。なんか雲行き怪しそう。あれなんかレオ様すいません、レオ様こちらで、はい、ごめんなさい、なんか雲行き怪しそう。そちらの方はまずどなたで、あれ何のお話今されてたんでしょうか。あ、こちらの方はあのサンロッカー渋谷の広報を担当されている西さんです。西さんかわいい。西さんもう俺西さんに教わりたい、まあ、うん、西さんに広報とは教わりたい。もしかしてあれじゃないですか、実はレオ様だけ盛り上がっててサンロッカーズ渋谷さんとしては我々が来るのが嫌だとか。そんなわけないだろう。でもことじゃないんですか。はい、はい、西さん、サンロッカーズのファンの方に、はい、受け入れてもらえるかちょっと協議をしたいので。待ってください西さん、変なこと言うから。西さん、桂涼介、はい、これがプロのリーグなんだよ。やっぱりね、日本のこれプロリーグってちゃんとしてるんだよ。そんな急にパン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 決まって、俺が急にこれってミニスカートで出て行ったら、サロンカーで渋谷のやっぱり名誉と、やっぱりね、こう地位があるでしょ。そうですよ、実績があるんだから。わかりました、すいません。スカーレットの2人が本当にいろいろ言っちゃって、申し訳ありません、先走っちゃって。ぜひ協議させてください、はい、我々朝一カフェサイドとしては、うん、オールオッケーです。いつでも、いつでも OK です。なんとかぜひね、一歩ずつ進んでいけたらいいなと思うんですけど、どうですか西さん、レオ選手。あ、どうでしょう。そうですね、あのなので面白い TikTok のコラボができたら、はい、ぜひハーフタイム試合に来てほしいなと思うんですけど。面白い TikTok のコラボ。早速 TikTok 用の動画撮影にチャレンジ。最後シュートし、そして完成した動画の一部をご覧ください。はい、 OK。 次上ですね、はい、完全版はサンロッカーズ渋谷の TikTok を検索してね。最後にレオ選手からメッセージ。はい、サンロッカーズ渋谷はですね、B1 リーグ優勝を目指して、毎日頑張ってます、体育館で心躍るようなパフォーマンスを披露してるので、皆さんもぜひ見に来ていただけたらなと思います、また、インターネットでも試合の配信が見れるので、こちらの方でもこう応援していただけるととても力になるなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ぜひ皆さん応援してください。サンロッカーズ渋谷、レオ選手、怪我とかに気をつけて、はい、頑張ってください、
はい、はい、頑張ります。ありがとうございました。ぜひとも試合会場に伺いたいと思います。ありがとうございました。東京オリンピック柔道金メダリストウルフアロン選手がやってきた。ウド様と前向き対談。来週もお見逃しなく。あの時は思わなかったことがある。気づける幸せ、ありがたく生きる。あの時は思わなかったことがある。気づける幸せ、ありがたく生きる。ウド様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。おめでとう20周年ショッピング専門チャンネル QVC で人気の商品を視聴者の中からプレゼント。こちらの宛先にご応募ください。当選は発送をもって発表とさせていただきます。お待ちしています。